九歳、台湾、新宿と。よし、できた。できたー。あー、できたで。ありがとう。一回消えちゃったよ。全部消えちゃってさ。これ25文字なんだけどさ、この上のテロップ。ちょっとね、苦労した。それでは、みんな、見てくれてるかな？改めまして、自己紹介失礼します。アイドルグループ2に赤色担当のジュニアジと書いて、トミでーす。イェーイ、超絶かわいい。トミーって今日 SE の時言ってくれてめっちゃ嬉しかった。今日トミの私服お姉さんみたいでしょ。今日はね、美容室に行ったからちょっとねおしゃれしてた。ちょっとなんかここまであるしさ、ここまであるけど、ちょっと配信だとすごい服着てる人みたいになってる。夏はね、肩出してなんぼっすよ。はい、というわけでね、今日はね、今日のトウミの一日は、起きてやばーってなって違うわ、ちょっと余裕を、あ、待って、もうあの日付変わったレベルから話す。今日は夜中の3時ぐらいになんかめちゃくちゃ怖い夢見て、で起きて、ですごい喉渇いてて、でお水飲みたかったんだけどキッチン行けなくて、怖くて大人になってこんなん初めてだった。マジでみんなが隣にいてほしかった、取りに行ってほしかった。深夜に怖い夢見たって言って起こされても怒んない？あのね、どんな夢だったかっていうとね、なんかめっちゃね細かくて、設定がなんかおばあちゃんが入院してるみたいなシーンで、でそのね、おばあちゃんは多分この子供、息子にお嫁さんがいて、でそこになんか俯瞰してる私だったの。なんかナースなのか分かんないけど血縁はなくって、でそこのね、おばあちゃんがめっちゃいい人で、私全然知らない人、全然知らない、なんかおばあちゃんっていう概念で、なんかそれでね、めっちゃいい人で温厚な人だったんだけど、なんかおばあちゃんがね、足がなんか痛いみたいな言い始めて、で遠目がこうなぜかこうなんかちょっとベッドに座ってよいしょってちょっと横になるみたいな感じでね、おばあちゃんと逆向きに横になるみたいな感じで足を見たの。そしたらなんか足首食われて、本当になんかえぐれる、もうえぐれるレベルで食べられて、なんか痛いっていう感覚よりもおばあちゃんがめちゃくちゃ豹変したのが怖くて、もうこのタイミングで赤サイリウムちょっと怖いのよ。血みたいじゃん。血祭りになってるじゃん。でも怖くて、もうなんかね、どうしよう、でもなんかそれだけだったんだけど、なんか雰囲気がねめちゃくちゃ怖かったんだよね。夢ってなんか理由ないけど怖い時あるよね。まあそれで起きて、はっはっって起きて、で、やばい、喉渇いた、でもなんかベッドの下が怖くて足かじられそうでいけないってなって、でそっからトミ目悪いんだけど見えない中、めっちゃ恐る恐るキッチンまで行って、でお水飲んで、それからなんかちょっと眠れなくて、起きてた時足あったよ、なかったら幽霊じゃん。でちょっと眠れなくなって、まあ、30分ぐらいして寝てみたいな感じだった。水飲めたよ、でもなんかすごい頭痛くて大量に飲んだ、あと頭痛薬も飲んだ一緒に。多分その効果で眠れたんだと思うけど、あとなんか
保冷剤で頭冷やしてたな。なんか多分記憶が曖昧なんだけど、頭痛くてなんか保冷剤冷凍庫から持ってきて、うん、冷たいとか言ってやってた気がするね。待って、説明すると眠れなくなるとか怖いこと言わないで。でね、それね、まあ無事寝て、で起きたわけですよ朝。そしたら、まあ、ちょっと余裕を持って起きたんだけど、なんかちょっとベッドから出れなくって、ずっとなんか携帯いじったりしてたら、あ、まずリモチキの発売に間に合わなくて、なんかそういうのとかいじってたりしてたら、なんか美容室行く時間になっちゃって、はっ って言って、でわーって言って、でキッちゃんとね、同じメンバーのアマーキスミと一緒に、あの2人で同じ美容室にね、同じ時間に行ったの。でなんか隣の席でこうやって施術してもらって、なんかねちょっとね、なんかプリンになってたから、ここがだから暗くしてもらって、でちょっと毛先も傷んでるところを切ってもらった。でも切れ毛やばくてさ、そうアイドル結構ね、なんか汗だくになって、でその後なんかもう結構激しいからさ、髪の毛もぐちゃぐちゃになるんだよね。で特典会まで10分とかになると、なんかまずドライヤーでわーって乾かして、でこう髪の毛でさじゃないわ、櫛でさ髪の毛溶かして、絡まない櫛みたいなのをねいただいたから、それで溶かしてるんだけど、ねそれね、あとなんかアイロンもしなきゃいけないんだけど、ドライヤー全部完全に乾かしてる時間なくて、結構ジュッとかやったりするの。だからね結構ね傷んじゃうんだよね。だからちょっとシャンプーとかいいやつ、サロンのやつ使ったりとか、トリートメントとかしてるけど、やっぱ美容室に定期的に行った方がいいね。冬眠今回3ヶ月ぶりだったんだけどさ、そうなんかもうちょっと定期的に来てみたいな言われた。で、きっちゃんと一緒にあのカラー中はなんかラップ巻いて、もうなんかスキンヘッドみたいな、ペターンみたいなクリームいっぱい乗ったペターンみたいな髪に二人でこう並んでなって、でそれからなんか写真撮り合いっこして、朝投稿するね今日の写真は。めちゃくちゃ可愛く撮ってもらえたから楽しみにしてて。で、それからライブに向かうっていうことで、ライブ向かって、でそう今日はバチコリっていうライブだったんだけど、そうバチューンさんはね、同じ長野県出身のね星島がいるからね、すごいね会えるの楽しみにしてて今日。可愛かった。それでみんなとライブして、で今日はね10ってなんなかったよ、ちょっと時間があったから、ね、特典会話したりして、で帰ってきたって感じかな今日の一日。そうだからね、ちょっとねいいんですよ今日髪の毛が、あまた抜いちゃいちゃ、今日さずっと一緒にいたからさ、なんか無意識にライブ中さ、なんかめっちゃ目が合うなと思って、でもこれ多分私から見てるから、なんか記憶の中でね、ライブの記憶結構さ、なんだろう、なんかなんだろうな、集中してるからかわかんないけど、結構断片的なねことがねあるんだけど、そうなんかみんなのねことはね大丈夫なんだけど、なんかあ今日なんか一個間違えた、なんだっけみたいな。そういうことがあるから、だからなんか断片的なんだけど、なんか私が見てからキスミが見てたあの印象がすごいあって、多分釣られちゃった。ずっと一緒にいたから釣られちゃった。あメイクも少し違ってて、だってそうなの、今日はねあのお母さんがねあの届けてくれたね、プレゼントしてくれたあのメイク用品を使って、ちょっといい女風です。
あとコンタクト変えた。ちょっといっぱいねおしゃれしてみてる。一番可愛いトーミでいたいな。可愛い更新したい。なんかメンバーの前の写真とかさ、1年前とかの写真とかたまに見たりするんだけど、なんかみんななんかすごい進化してると思って、垢抜けてると思って。そう、なんかトーミはね昔の方が可愛かった気がしちゃうの。なんかだからちょっと悔しいから、可愛いを更新したい。そう、なんだろうな、若いんだろうな。そうだからちょっと可愛い更新してきます、力で。あとね今日はね配信の音も持ってきたの。いや今も可愛いよって言ってくれる人今のところ2人ぐらいしかいなかった。悲しい。悲しい。なんだろう、顔がねなんかもうちょっと張りがあった気がした。なんかここをこうやってつるとちょっと昔の顔に戻るの。なんかちょっと昔の顔に戻る。やばー、なんかエステとか行こうかな。そう、そしてね今日のね配信のお供はね、見て、お母さんが一緒にね送ってきてくれたねしそジュースなの。しそジュース知ってる？いや可愛い通り越して好き？正解だよ、乾杯。しそジュースなのこれ。うん、美味しい。これなよ、これなのよ。あ、今私何にも着てないように見える。わおちゃん、なんだっけ、ドゥ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 ンツドゥドゥンツドゥ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 ンツドゥドゥンツドゥドゥドゥわおってやつ、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ。なんか着てない人。いや着てるんだけど着てない人。なんだっけ。あ、そう、安村さん。ヘイだ、ヘイ。上飲んでくとね服が見えるっていう。コンプラ大丈夫。しそジュース、さっき夏に飲むって人いたけど、お揃いだね。なんか最初にスキーやってた時に、なんか一緒にスキーやってたその同学年の子のおばあちゃん家で飲んだんだけど、それからめっちゃハマっちゃって、作って作ってって言ってねよく作ってもらってた。トニーって言うからトニー・スタークかと思った。最近本当にマーベル見てる。なんかネタバレになるから言えないんだけどさ、なんかトミーちょっとなんかね、なんか戻れない。戻れないよ。なんかね、そうだの。あとねあれも好き、ギャラクシー、ガーディアンズオブギャラクシーのロケット。あとあれ、ちょっとさ最近見始めでさ、ちょっと名前確定してなくて申し訳ないんだけどさ、あのヤーを使っててさ、一人だけマジ人間なんだけど頑張ってる男の人。頑張ってる男の人、名前覚えたよ。ロケットはね3作見たから。なんだっけ、なんとかホーク、あ、ホークアイ、そう、ホークアイも好き。で前に特典会で言ったら、トミちゃんっておじせんって言われて、そうなのかは知らんと思った。え、だってさホークアイっていうねキャラクターがいるんだけど、周りはなんか他のね星から来た王子とか
なんかめちゃくちゃなんか天才な科学者とか、もうなんかあの怪物になれるとかね、なんか人造人間とかね、もうなんかもうすごいわけよ、魔法使えたりとかさ。なんだけどあのホークアイおじさんはね、あのおそらく多分人間だよね、あの人おそらく人間だよね、普通のパパだよねだけどなんか好きなんだよな、でも毎回なんか死にそうだなって思って見てたちょっとおじせんなのかもしれないなんかあのスパイダーマンとか好きじゃないのって言われたんだけど、嫌いではないんだけど青い青い、あ、ホークアイってすごく目がいい人間なの、高尾さんじゃん黒子のバスケっていうアニメ漫画に出てくるちょっと目がいい人バットマン、そっち系はさなんか違うんでしょ、会社がディズニープラスで見れるのかな それも見たいな、ヒーローものハマらないと思ってたけどハマっちゃったねえ、あドクターストレンジおじも好きだよ、でもドクターストレンジおじと結婚はできないかもなんだろう、めんどくさそうでソウはあのエンドゲームのソウの方が好きかも、なんか人間っぽくてね、結構ディズニープラス入ったから結構見てるでもこれめっちゃ話したいんだけどさ、ネタバレになっちゃうからさ、みんなとさなんか好きを共有したいからさ、ちょっとなんか興味、あ、もともとちょっと興味あったなみたいな人見てみてあ、ぽっちゃりそう好きあ、そう神様なんだ、神様の息子だよねこれからねなんか結構アベンジャーズとか見ちゃったから個人作品を見てこうかなと思って、ハリポタのスネイプ先生めちゃ好き、結婚したい結婚したい、なんかもうかっこいいよねやはりおじさんなのかもしれん、でもそうかなロキオジはあんま好きじゃない、やっぱハロー効果がちょっと初対面があんまだったからかな、そうだね、そう、あとさ今日さあれだね、あのメンバーみんなでさ配信始め、ちょうど一緒にライブ終わってさ、あの明日も一緒のスケジュールだからさ、あのちょっと配信かぶっちゃってごめんね、これ最初の時に言ってたんだけどいなかった人もいるかなと思って、そう気軽に見てくれでもイケオジじゃなくても好きだよ、なんだろう、余裕がある人が好きなのかな、余裕があってユーモアある人好きともにずっと子供でいたいもん全部わがまま聞いてほしいそう、たまに文化部の欲しいって流れるのおもろいなあ、そうだ、みんなは黒髪派ですか派手髪派ですか、どう、ワンダビジョン面白かったよ、あ、ワンダビジョン、ワンダビジョンドラマか、それ見てないな、黒髪、黒お男性、トミいきなりでごめん、トミ黒、やっぱトミ黒の方が似合うよね、黒というか焦げ茶、そう、
あ、茶色も入れればよかった、選択肢に。なんかね、黒にしすぎるとね、なんか顔面の主張強いってね、マネージャーさんに言われた。そう、なんか目がなんか印象的だから、なんかね、ちょっとね、なんかなんだろう、ドドンって感じになるって言われて、え、ドドンって何って思ったけど。画面越しは黒、実際は派手髪。おお、派手髪好きの人もいる。赤みたい。とみね、大学生の時にやっぱ大学デビューでさ、髪染めたいじゃん。で、とみ結構お母さんがよく茶色にピンクみたいなのを色味で入れてて、ちょっとね、ピンクブラウンみたいな感じだったの。で、とみ、あの、お金なかったから、あのサロンモデルを募集してるね、アプリで、それ何もやってなかった時なんだけど、踊ってみた投稿してただけの時なんだけど、それで、ね、行ったのね、美容室に。で、その時地元で、大学デビューしたくて、このインナーにね、インナーをちょっとブリーチしてたので、多分それで、行った時に美容師さんが、あ、この子いける判定だって思われたのか分かんないけど、なんかね、言えない、なんかだん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 話がそれていって、なんかもともとは赤みがあるちょっと赤毛の子みたいな感じで、赤茶色みたいにしたかったのね。そしたらなんかだんだん色が濃くなっていって、で、なんか結局めっちゃ真っ赤になってた。なんか断れなかったの。そう、なんかもっと固い意志を持って、いや、私はここの赤いブラウンがいいんですって言えばよかったんだけど、美容師さん的にはサロンモデルは安い金額でやってるから、材料費だけでやってるから、なんかいろんな工程を多分踏みたいんだろうね。なんか真っ赤になってたんよ。で、赤って全然抜けないの。で、トミはそこになんかマニパニっていうなんかカラーバターみたいな、2週間ぐらい染まるね、このなんかカラーバターを、グレーのやつをずっと入れ続けて、そう、ブラウンになんないかなって。そう、誰も話しかけられなかったよ。なんか多分入学した時はね違かったんだけど、夏ぐらいにね赤にしたんだよね。なんか多分最初話しかけてくれた人たちが、あ、こいつ陰キャだって言って離れてった後に赤髪になったから、余計誰も話しかけてくれなくて、もうあーってなった。ブラックミドウみたいな感じにしたかったの。どんな色に、マジの赤です。あ、ここ、え、でも本当にこんな感じだった。うん、だった。でもだんだん抜けていって、それからね、ちょっとマロンっぽい色したりとか、これ話しかけらんないよね、この髪色。それからマロンっぽい髪したりとか、あとね、グレーの期間結構あったかも。本当のグレー、ウィッグみたいな。だってさ、こういうことだよ。ちょ、ムーミン後ろ行ってもらって、こういうことだよ。結構やばいよね。でも、はい、あ、じゃあもうなんかね、塗ってる時から、あ、やばい、これはなんか結構やばいな。しかもブリーチもなんかしてて、あ、なんかブリーチした方が綺麗に色入るからって言って、い、あ、分かりましたって言って言っちゃったけど、めっちゃなんか黄色になってると思って、で、その後なんか赤くなって、なんかめっちゃ赤いと思って、ピンクじゃない。できましたー、でこれだった。うーん、似合わないと思って、すっぴんこれ学校行けないじゃんって思ってた。まだ頭皮が元気だった頃の話。うわ、ハゲたのそのせいか。
許せん。でも元から薄かったもん。のみなんか2歳か3歳かなんかそれぐらいの時に周りの子がポニーテールとかする、なんか私なんかほんとなんかこれぐらいのちょんまげしか作れなくて、切ったことないのに。なんか売ってるさ、なんかゴムあるじゃん、プラスチックじゃない、なんかこういう手首とかにつける、あれあれがね止まんなかったの、髪の毛なさすぎて。なんか私より遅く生まれた子とのツーショットがあったんだけど、私本当にねなんかもうなんかもうチョコンみたいな、なんかチョコンみたいななのに、その子めっちゃほんと腰ぐらい背中までのなんかこうロングポニーしてて、太いゴムで留めて、えあーなんかでもその時お母さん心配になったって。よかったね生えて。生まれた時からね決まってた、トミと結婚してもいいよって人は将来ハゲても好きっていうか、アートネイチャーかウィッグを与えてくれる人でお願いします。誰かの遺伝、でもトミ薄い人、うちの父方のおじいちゃんか母方のおばあちゃん。そう遺伝で言うとね、トーミー眼科系のハイブリッドだからめちゃくちゃ怖いんだよね。なんか覚醒遺伝っていうじゃん、ああいうの。もうね両家だから怖いのよ。トーミーパパはえちょっとあんま見てないな。頭皮を見てなかったな。そうなの、うん、あうちもって人いる、やっぱいるよね、一緒に頑張ろうね健康。もうちょっとしたら健康気をつけるわ、30ぐらいになったら健康気をつける、遅いか。最近コンビニご飯が多いからな。そうおじいちゃんとかの方がね遺伝強いらしいよ。だからね気をつけます。ま受験さん来てくれた、嬉しい、ありがとうございます。深夜なのにやば、平日なのにこんな時間までやっちゃったということでね、そう毎回なんかショールーム終わるとうわーあれ話したかったと思いながらお風呂入るんよな、もうなんてだろう。ずっとつけとけばよかったって思っちゃうよね。 SE の時超絶可愛い遠見にしてみる、頭皮ねえそれさ初めての人とかはさなんか遠見って言ってくれるけどさ、もう確実に悪意を持って言ってる人がいるよね。あ今日は靴下ね実は履いてないんですね。やば、遠見の足が映っちゃった、履いてないんですよ。履いてた時は今日はワンペアだった、豚じゃなかったよ、ちゃんと靴下ワンペアで履いてた。そう、そしてあれ何言おうとしたんだっけ、そう SA の時なんか今日ね奥ゆいの時にみんなの奥さん奥ゆいって言ってて、おトミもなんか欲しいって思って帰り道に考えたんだけど、なんかめっちゃネガティブだからよかったこれ話せて、これね配信する前に思ってたもん、めっちゃネガティブだからね、なんかなんだろうって考えて、なんかなんもないなと思って、私のパーソナリティうーんって思ったらもう陰キャしか出てこなくて、
もう陰キャでその後何が五感いいかなと思って、もう陰キャは引っ込めとみになっちゃったの。いやそんな悲しいこと嫌だと思って。そうだからね、なんかいいのあるかな。アンジとキスミン決めてた？本当？二人とも何になってたの？よいしょ。小さな小さな。いやなんかステージから降りたがってるわけじゃなくて、なんかもうなんか、ね、自分のね、例えばなんかちょっとさ、やっぱさ、なんかすごいことというかさ、なんか歌姫とかさ、なんかそういうなんかのを言うのかなって思ったら、なんかうんって思って、もうどうしよう。天まで羽ばたけ、キスミン、アンチュ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 、アンチュ、うわーなんかすごい意味わからないやつと。なんかいい感じのやつが来てる。でもアンチュ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 言いたいな。なんだと思う？大喜利の時間になっちゃった。文化部の星トーミー。いやもううちはネタすぎない？大丈夫かな。日本の中心長野、初見の人に長野トーミーさんって言われるよ。文化部の星、でも文化部の星歌小さな巨人トミーもう小さな巨人トミーしっくりくるね。十二味でトミー、あーなんか一番なんか汚い今の中では。顔面国宝トミー、いやそうもないです。あでも今日バチューンのあのリトちゃんかなに、あの顔がアイドル界で一番好きですって言ってもらえて、なんかすごい嬉しかった。なんかありがとうございますっていうキモキモスマイルしちゃった。靴下履いてるトミ、みんな履いとるやろ。え超絶可愛いはすごいなんかね嬉しいの。トミ言われたことなかったからさ、超絶可愛いなんとかみたいな、あの声出し始まる前ね。だからなんか嬉しかった。でもあるか、あるけどめっちゃいにしえの記憶だからな。踊ってみたの、ライブしてた時もう薄くなってたから、そうなんかそれがね思い起こされてね、気持なんかこうすごい気持ちがすごいふわーってなった。かわいい、うまく笑えるよトミ。なんだろう、中身はおじさん、トーミー。うわーうわーうわー、どうしよう、これ持ち帰ろうかな、持ち帰ってメンバーに相談しようかな。なんかもう何でもいけるな。今日は早く寝ろトーミー、なんだっけ、まともな飯食えトーミー、もうなんかこういうのしか出てこない。今日はなんかちょっと候補を一通り見せてもらった見せてもらったから、電
車間違えの遠見、なんかもういっぱい出てくんな。デュフデュフするな遠見、なんかこういうのは出てくるんだけど、それをなんかね毎回使うってなったらねちょっとね違うかもってなった。自虐ばっかになっちゃった。牛に惹かれて遠見、すごいなんか頭の良さが透けて見える善光寺のことやね、長野のねうん、だからあとっとっとっと遠見アンチュみたいなの来た。いや流れおかしくないやつじゃん、キズミ来てさ、クユ来てさ、アンチュ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 とっとっとっと途中から流れおかしくなってきたねあのメンバーと相談しようかな明日。なんか遠見も欲しいんだけど、それまでは超絶可愛いって言ってくださいすればいいんだろうね。IQ さん。あ、トミー、IQ さん、偏差値さん。あ、IQ さん。とっとととっとはちょっと違うかもしれない。アンチジュジュチュはなんか言ってそうな感じするけど。やってらんねえわトミ、もうもう嫌になっちゃってんじゃんみんな。はい、というわけでこれはね宿題でね持ち帰ろうかなと思います。それまでは超絶可愛いって言ってくれると嬉しいです。え、チュ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  IQ3 ってこと？アンチュ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  IQ3 ってこと？一応名前入ってるけどはい、というわけでね告知させてください。7月31日私たちのアイドルグループ2に、がですねツアーのファイナル公演を恵比寿リキッドルームでさせていただきます。この日ね月曜日なんだけど、絶対絶対みんなに来てほしいライブです。みんなの有給食べさせてくださいよろしくお願いしますはい、そして明日、7月6日明日は新宿ブレイズで、主催の対バンライブがあります。とても豪華な出演者さんたちと一緒でめちゃくちゃ緊張するし、やばい2位にしっかりいいところを見せないとみたいな、なんかあのあれもあって、でもねなんか2位にが良かったってみんなに言ってもらえるように、2位になんか2位にをお目当てで来た人にはなんかやっぱ2位に最高の推しって言ってほしいし、あのそれ以外のねお目当てで来た、それ以外の皆さんのお目当てで来た方々には、あ2位にいいじゃんって言ってもらえるようなライブができるように頑張りますそうごめんね遅くまでね起こしててねみんな、だから明日また会えたら嬉しいです。そして、7月7月9日だっけ偏差値さんになっちゃった7月9日、だと思います。ラフォーレ原宿にて、月刊エンタメの01バイトっていうムック本で、イベントをさせていただきます。こちらサインとねチェキと、トミ書店員さんのバイトの格好するんで、ぜひバイト見に来てくれたら嬉しいですはい、あそこからね8ん、そこから、あ間違えた、あ日付戻るごめんね、あ7日は撮影会があります。そう織姫の織姫イメージで買った服が届いて、なんかね探して、ちょっと懐事情といろいろ相談してあのあれに子供用の韓国の韓服みたいなやつのちょっとなんか七夕というか織姫っぽい色があったから、子供が着れるかなと思って頼んだら着れました。ぴったりでしたぴったりでした。一人分に着るね。あとはなんかこの服とかも着たいなと思って買ったはい、ぜひぜひ可愛いね髪飾りとかもつけたり買ったりしたので、
ね、来てくれると嬉しいです。小太も違う衣装着ますはい、かな。あとはね、7月の冬眠予定っていうので、ツイッターで画像を出してるので、ちょっと遡ってもらえたら出てるかなって思う。7月上旬とかに出してると思い、6月下旬かとかに出してると思います。はい、というわけで、本日も、ありがとうございました。これにて終演でございます以上、ニーニー赤色担当のトウミでした。団長読みするねじゃん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 。ナンバー13シン抜いたも、ナンバー10、あれ、トウミも入れてくれてる、トウミナンバー12ジュンジュン、トウミ、ナンバー11ヨシキ、ナンバー10中村、ナンバー9龍之介、ナンバー8ヤギ、ナンバー7クマちゃん、ナンバー6マサト、モフモフトウミ、ナンバー5タッチ、ナンバー4、大吟醸ドドンナンバー3金妻、ナンバー2せいちゃん、あとトウミン、ナンバー1セル。ありがとう、今日も配信見てくれてありがとう。メイク落とす前に会えて嬉しかったよ。またね。今日は美女が良かったですね。良かったはい、というわけで今日ラグキーワードは超絶可愛いトウミーでお願いします。自分が言っててなんかあ、でも今日当社費でちょっと可愛いから許してほしい。おやすみーうーん、ウィーっといいかな。